はい、皆さんこんばんは。本日はですね、銘柄選定の極意、バリュー株の波が来たと題しましてですね、本日は三井住友 DS アセットマネジメントの、シニアファンドマネージャーベナさんと共に、送らせていただきます。ベナさん、どうぞよろしくお願いします。あ、よろしくお願いいたします。そして私がカタリスト投資顧問の草刈です。いつも、ご覧になっていただきましてありがとうございます。さて、ベナさん、はい、ベナさんってすごく珍しい名字ですよね。はい、そうですね、たまにですね、はい、日本の方ですかって聞いてくださる方もいらっしゃるぐらいなんですけども実はですね、この名前っていうのは、長野県の、はい、南信地域に、うん、こういった地名の場所がありまして、そこ の、出身だったというところになります。うん、ただ私の場合は父親がですね、もう大阪の方に出てきたということで、大阪で生まれ育ったので、言葉がですね、あんまりその長野の言葉じゃないっていうのはよく言われるんですけど、関西の人だとそうなんだから、はい、そうなんです。そういう地域があるのか、はい、長野、長野県です、はい、よくご存知でいらっしゃって、飯田よりちょっと上のあれですか、稲谷とか そこら辺、そうですね、はい、だから諏訪湖からこう降りてくる感じですね。そうですね、はい、そうなんですよ。だから日本の電子部品とかこう精密機械が非常に発達していた地域ですね。そうですよね。本当に、もう島の周辺っていうのはもともとそういったようなところで、すごくその技術なんかも集積されたような地域かなと思いますけども、はい、だから その稲谷とかそういったところの地域にある会社さんとかで、やっぱり農業と工業を一緒にやりましょうとか、なんか農業をやるときは時間をこう就業時間をこう変則的に変えていいですよと、すごく特徴のある会社さんがあったりとか、最近だと飯田の方だと宇宙系ですか、はい、なんかそういう航空部品じゃないですけど、はい、ちょっとさらに精密度の高い製品を作ってる、これは上場企業じゃないかもしれないですけど、そういうのが集積しているというような話を聞いたことがあるので、やっぱりものづくりというか、ハイエンドの、ものを作って輸出する、もしくは使われるっていう会社が結構まだ残っていらっしゃるということで、非常に思い出深い場所になると思います。そうですよね、はいはい、では早速ですね、はい、私たちアクティブファンドに携わっているものですから、はい、ぜひですね、ここら辺のお話、今日はだからバリュー株の波が来たと、そしてその中のこの銘柄選定の極意ということで、セミナーをさせていただきますので、はい、早速ちょっと進めていきたいなと思います。はい、ではこちらですね、カタリストのちょっと資料から抜粋しますけれども、日本における課題っていうのは皆さんご存知の通りなわけですよね。で、実質的な可処分所得が減少してます。これも足元もそうですし、人口減少で期待が低い、これは結構問題だったなと思ってまして、ちょっとここら辺は飛ばしていきますが、最近でいうとやっぱりこのインフレの話が結構大きいと思うんですね。はい、つい先日三井住友 DS アセットマネジメントの白木さんとセミナーさせていただいた時も、やっぱりインフレが来ている、そして名目上の GDP が増えるということは、一株当たりの利益が増える方向に向かうので、当然ながら日本企業の価値が上がり、結果株価が上がるというようなお話をさせていただきましたと。でその時もちょっとお話したんですけど、やっぱりその日銀の物価見通しを結構上回ってずっと推移、ここ 2,3 年してると思うんですね。はい、やっぱこれって本当に外堀は埋まり始めていて、だいぶ環境変わったかなというふうに思いますけど、ベナさん的にはどうですか？あ、本当におっしゃる通りだと思います。今本当に注目っていうのは、また来期のですね、はい、賃上げが、はい、どうなるかっていうようなところに、だいぶ移ってきたのかなというふうに思いますけども、おそらく今の環境が続くとですね、来期もしっかりとした賃上げが行われるんじゃないかというふうに感じています。やはりその人を集めたい、そして辞めさせないようにするというところも含めてだと思いますけども、賃上げの必要性を感じてらっしゃる企業経営者の方が多いのかなというふうに感じています。冒頭のここの、つまり人口減少ですね、働く人がいないんで、ここ取り合いになってるっていうのが、
昔はその需要が減るっていうことで非常にこう恐れがあった、もちろんそれは問題ではあるんだが、一方でその人の取り合いになって、その優れた人を取るためにちゃんと賃上げしなきゃいけないねとか、まあ賃上げした分ちゃんとコストプッシュされるんで、ちゃんと価格を転嫁しなきゃというような話になってきたんで、だいぶなんか変わってきたかなと思います。やっぱこれも内閣府の、資料になりますけど、やっぱりデフレ脱却のもう絶好のチャンスだというふうになってますんで、やっぱり企業を見ていても、その価格転嫁できる会社、うん、できない会社、やっぱりそれがすごく分かれてきたかなと思うんですけど、うん、そうですね、はい、いや本当おっしゃる通りで、まず銘柄の選別という意味でもそこっていうのはすごく大きくなってるなというふうに思いますし、ちょうど本当に数時間前に私今取材をし、ある会社の取材をしてきたんですけども、はい、その会社ってどうでしょう、まあ、半年ちょっと前なんかはですね、うん、値上げっていうのは考えてないっていうようなことをまあおっしゃっておられたそうなんです。私はその時ちょっといなかったので、私の同僚がまあそういったことを話してたんですけども、それが実はこの先月とかにですね、まあ、値上げっていうのをまあ実際まあ発表されてまあやられましたということで、まあ、何が変わったのかというと、うん、やはりその、原材料の、まあ、値上がりっていうのがもちろん、まあ、大きいっていうのはあるんだけども、はい、周りの環境を見てやっぱり、自分たちがやってもいいんじゃないかというような、まあ、雰囲気になれたっていうところもあったようなんですね、うん、なかなかその自分たちだけが率先してやるっていうのはなかなかこの日本の方っていうのはやりづらいっていうところもあるのかなと思いますが、はい、今の環境っていうのは、まあ、逆に、やりやすい環境に、まあ、だいぶ来てるのかなというような印象を持った次第です。私たちがカタリスト投資顧問の方で助言させていただいているマネックスアクティビストファンドの方でもですね、はい、まあ、取材した企業さんなんかは、はい、まあ、やっぱり1年前2年前ぐらいだともうなんか値上げをすることは曲がりならんと、うん、そんなことは絶対やっちゃいけないと赤字でも歯を食縛るなみたいな、説明をされていたところが、はいはい、やっぱりそろそろ本当にまずいなと、うん、で ついにはもう値上げしますと、はい、で変わってきた事例があって、うん、はい、ただ実は日本の企業ってまだまだ値上げが追いついてないところがあるんで、うん、まあ、そういったところは、まあ、これから変わっていくんでしょうけれども、うん、まあ、ひとまずここでのお話というのは、まあ、その企業の変化、はい、まあ、これをちゃんと見ないと投資っていうのはうまくいかないよねっていうところはちょっと始めていきたいというふうに思ってます。そうですね、あと、まあ、釈迦に説法かもしれませんが、値上げっていうのはその利益に残りやすいじゃないですか、はい、まあ、こういったところでこのインフレっていうのがやっぱ利益を、うん、まあ、今までよりも特に名目っていう意味ですけども、はい、まあ、出しやすい環境に、うん、まあ、なってきてるんじゃないかなというふうには思っています。ありがとうございます。ちょっとここで資料の方ですね、三井住友さんの方にちょっと変えていただいてもいいですか。はい、なので、はい、ちょうどこの PBR 一倍割れ企業の改善なんてのは、はい、まあこれって一言で言えば株価対策に聞こえるんですけども、はい、一方で中身も変わってますよね。そうですね、はいはい、本当にこの、まあ、東証さんも、まあ、これを意図してらっしゃいますけども、はい、まず ROE ですね、この資本コストをちゃんと意識して、うん、まあ、それを上回る、リターンを上げてくださいねということで ROE を上げるっていうところに、まあ、かなり、まあ、力点があるんじゃないかと思っております。で、まあ、その ROE なんですけども、これが、まあ、先ほども言いましたように今までよりも、まあ、上げやすくなってきてると、環境的にですね、上げやすくなってきてるというところに加えて、企業さんは、まあ、こういった要請もあってですね、本気になって、うん、まあ、取り組もうとし始めてる今、まあ、そういった、ところに来たのかなというふうに捉えています。東証さんの、まあ、要請で、まあ、日本がこんなにも PBR 一倍割れの企業があるんだっていうのは皆さんも、まあ、知ったところじゃないかなというふうに思うんですけども、今後これがどうなるかというところがやはり注目かなと思います。今その東証さんの方でそのフォローアップの会議なんかが開かれていらっしゃってですね、まあ、その中での、まあ、まとめとか、まあ、議論の、どういった議論があったかというのが、まあ、議事録なんかも出てきてるんですけども、はい、会社さんから今東証のプライム上場企業において対策を出しますと、おっしゃった企業が大体 30% もうすでにあると
というように、報告がなされています。そしてその、うちの、まあ、20% はもうすでに具体的な、まあ、策まで、公表をされていらっしゃるというようなところなんです。これがさらにですね、まあ、ここから、まあ、拡大をしていくというようなところで私なんかは考えています。というのもこれやってない会社さんね、今まだ議論の途中ではあるんですけども、まあ、企業名が公表されてしまうみたいな話も出てきてますので、はい、そうですね、これはもう相当なことじゃないかなと思いますが、うん、どう思われますか。企業名が出ることももちろんそうですし、はい、今上場その基準ですか、まあ、クライテリアが分けられて、はい、プライムスタンダードと分かれていて、はい、で今は特にプライムの方焦点が当たっていると思いますけど、それを維持するためには、まあ、上場基準があって、はい、それに当てはまらない場合は、はい、それを当てはめるための是正策を出してください、はい、それができなかったらちゃんと管理ポスト行って上場廃止になりますよ、うん、っていうところまで来てるじゃないですか、はい、これってなんか前はそこまでなんか厳しくなかったですよ ね、 いやいいね、はい、だからそういう意味で本当に企業さんがもう推しに火がついたというか、まあ今まで、まあうんはいはい、まあ昔から上場してたからねっていうような状況だったのが、はい、全く変わったなとは思います。そうですよね、はい、いや本当に取材をしていてもやっぱり感じますよね、はい、私なんかも、まあ、いろんな会社さんに、まあ、取材をさせていただく機会をいただいてますけども、本当にもう企業さんの方が変わったなと思います、うん、例えばその ROE っていうところもですね、まあ、過去から、ROE っていうのが重要なんですよということで、まあ、例えばこういったものを、まあ、経営指標としてしっかり公表して目標値を公表してくださいねみたいな話をさせていただいた時もですね、まあそれも重要なけどねと、それだけじゃないんだよみたいな話が、うん、まあ、必ずついて回ったようなことがありました。ただ今なんかはですね、逆に向こうさんからその ROE ってどれぐらいやったらいいんでしょうかとか、どうやったらいいんでしょうかみたいなを聞いていただけるぐらいになったっていうのが本当に変わってきたなというふうに感じてます。多分これの資料ちょっとごめんなさい、そうですね、すいません、そこら辺、そうですね、これですね、こういったところですね、申し訳ございません。例えば ROE の、まあ、水準別に、まあ、比率を見たものになります。で日本の企業で、まあ、右側に記載させていただいてますように 10% を超える ROE を持つ会社っていうのが、まあ、だいぶ上がってきたことは上がってきてるんです、うん、でも 10% でいいんでしょうかっていうところなんです、うん、例えばアメリカの S&P500 で ROE を弾きますと指数ベースですけども 20% 近くあるんです、うん、まあそういったところからするとですね、やはりもっと高いレベルを、まあ目指すといったところでもいいのかな、ぜひそういったところを、まあ、目指すと、まあ、企業さんによっていろんな業態があるので全てが同じ目標というわけではないですけども、やはりその事業によってはもっと高いものを目指すべきじゃないか、うん、このような考え方を持って企業さんに接しさせていただいてます。だからある意味その1倍超えたからいいやって終わんないで、はい、ちゃんともっと効率を上げるためというか、もより良くなるためですよね。そうですね、本当最適なっていうところに対して、うん、本当に、まあ企業の、まあ、ビジネスモデルから考えて、うん、まあ、どれぐらいが最適かというのを考えられて、それを、まあ、本当に有効に活用されるというところかなというふうに思ってます。だからどうしてもその数字目標があって、はい、行きました、はい、で終わる、OK です、はい、なるんですけど、やっぱりその通常の経営者の方々、上場企業の経営者の方々が中期経営計画でも、まあ、長期でもいいんですけど、はい、出した時に、はい、まあ、売上高これぐらいです、営業利益率これぐらいですって言って目標にするので、はい、で当然それを達成しなかったら達成するためにもう一回頑張ればいいと思うんですけど、はい、そうじゃなかった場合はさらに、あ、そうじゃなかった場合はって変だな、達成した場合ですね、より高い目標を掲げますと、はい、であればやっぱりその効率もですね同じようにより良くなるってことを、まあ、考えて当然だと思いますし、はいはい、やっぱり絶対額で比較してしまうので、なんか効率性ってあんまりこうなんかね、今まで特に、はい、ああいうところが考えられなくてもあるんで、なんかやたらとこう資本が溜まっちゃうっていうようなことになるのが、やっぱ改善の余地がいっぱいあるなと。そうですね、はい、まあ、これは本当に我々機関投資家側にもやっぱり問題っていうのはまあったんじゃないかなというふうには思うところはあるので、まあ、そういったところも含めてですね、うん、まあ、しっかりやっていければなというふうに思います。なんか はい、あれですか、特徴、この黒潮におけるなんか、はい、
特徴っていうんですか、どういったところに気をつけてるとかっていうのはありますか。分かりました、ありがとうございます。黒潮なんですけども、これはもう本当過去からですね、もう割安株投資を徹底してやってきました、うん、ただ、単なる割安株ということではないんです、うん、まあ、どういった割安株かというと、やはり変化ですね、変化をしようと思ってらっしゃる会社さん、うん、変化がまあ期待される割安株への投資ということをさせていただいてきております。それこそですね、企業価値をしっかりとまあ上げられるというふうに考えてございまして、そのためのポイントが実はこの3つになります。なるほど、はい、で割安と変化2つなんです、うん、で割安っていうのはですね、この ROE を考慮して、まあ、適正な PBR を考えています。先ほどからまあ重要だと言ってるこの ROE ですね、うん、この ROE が高ければ高いほど、PBR は高くあっても叱るべきだというような考え方に基づいています。そしてこの変化なんですけども、ちょっとすいません、申し訳ない。はい、すいません。なので、はい、ROE が高いのに、はい、まあ、変な話 PBR が低いよねと、はい、だからそれってもっと高くなる可能性あるよ ね、 そうですね、だからその普通に言うと PBR1 倍、まあ、じゃあいいやって思われちゃうところなんだけど、はい、割安、はい、一般論でいうバリュー投資って、はいはい、そうではなくて、はい、ROE から考えたら PBR2 倍3倍当たり前なのに1倍じゃちょっとおかしいんじゃないっていうことなんですね。おっしゃる通りです、うん、ROE がすごくまあ高い、例えば日本でさっき見ていただきましたように 15% とかまあ、あるような会社さんで、これが PBR1 倍だったらそれはやっぱりおかしいじゃないかと、うん、でこれ何かが問題だというふうに思うんです、うん、で例えば何か課題があるんですよね、はいはい、例えばその15っていうのがたまたま15なんですと、うん、はい、いうような場合があります。たまたますごくその環境が良かったのか、なんか特益みたいなものがあって、はいはい、たまたま、上がってネットインカムがすっごい出ちゃったとか、まあ、いろんな理由はあるかと思いますが、はい、そういったようなところで本当はここだけどっていうようなところだと、うんうん、これはもう全くそんな風につくことはないと思います。株価としてはその1倍で十分だという時もあるかと思いますが、恒常的にですねこの15があるにもかかわらずやっぱりその1倍になってるっていうのはまた他のところで理由がある。これは逆に言うと、例えば情報開示が問題だったりとかですね、うん、マネジメントというのを、まあ、方の、考え方が全然見えないとかですね、まあ、そういったようなところがあるんじゃないかなというところで、はいはい、まあ、そういった会社さんに対しては、まあ、そういった話をよく、まあ、させていただいているというところです。ありがとうございます。次のその角度、そうですね、角度と変化の、まあ、変化のとこなんです、はい、で変化っていうのがですね、やっぱりその皆さんも、まあ、重要だっていうのはですねあまり説明しなくても分かっていただけるのかなと思うんです、うん、ただ変化をどう測るかっていうのが難しいところなんです、はい、でその本当に変化してるかどうか、まあね、体型だったり髪型だったりしたらだいぶその見たり測ったりっていうようなところでできるかもしれませんが、はい、これをなんとか測れるようにしたいなということで、変化を可視化する方法として AI、うん、人工知能を導入させていただきました。なるほど。これ AI は、はいはい、テキストマイニング的なもんなんですか。テキストマイニングとは違うんですが、はい、はい、おっしゃっていただきましたように、そのテキストを読んでですね、うんうん、その正解の、まあ、テキストっていうのは私が、まあデータとして、まあ、その AI に覚え込ませてますので、その正解の、まあ、文章に近いようなものに、まあ、高いスコアをつけるようなやり方をさせていただいてます。それはあれですか、AI の中に、はい、ベナさんがこういう回答の仕方を企業がしてたら、はい、おそらくこの角度は高いだろう、低いだろう、そうでもないだろう、はい、あんま何も考えてないだろうとか、そういうそのスコア付けしてるっていう、そういうのそう、本当におっしゃる通りです、はい、まあ、実際のところは本当に高いっていうところ、こういったような人たちに高いスコアをつけてくださいねというようなことを、うん、まあ、事例として出しておりまして、まあ、それに近いようなところを、まあ、抽出する仕組みになっています、うん、これ AI って入れてるってことは、はい、多分その後すぐ学習して、ま、回しまくってると思うんですけど、はい、その精度っていうのはやっぱ上がってきてます。
AI の実は精度の検証っていうのがこれ実は変化っていうのを取ってるので、うん、実際のその変化がどうかっていう変化のスコア自体がないので、うん、ストレートな検証っていうのはできてないんです、うん、ただ、実際のそのスコアが高かった会社さんの例えば2年後の業績がどうだったかっていうと、うん、全体よりも上がってる可能確率がしっかり優位に高いというようなところが出てますし、うんまあ、優位であると、そうですね、うん、株価に関しても、まあ、2年間ですけども、まあ、高くなっているというような傾向がまあ出せているというようなところなんです。ただ私はそれだけで決めるんではなくて、うん、結局最後はやっぱり私が判断をさせていただいてます。取材を通してですね、本当にまあ変化しようと思っていらっしゃるのか、そして何で必要なのかも確認してですね、投資を決定させていただいているというのが、この運用です、うん、特にですね、そういった変化にはですね、そのマネジメントの方の、まあ、意思、はい、やる気、うん、まあ、熱意、こういったものが非常にまあ重要だというように考えてますので、マネジメントの方とのミーティングというのをまあ非常にまあ重要視をさせていただいているというところになります、うん、あれですよね、読み取るじゃないですか、はい、まあ、私たちその投資先企業の経営者の方だったり、はい、まあ、現場を見て読み取るわけですけれども、はい、その時に例えば書面には見えない、であとはその決算説明会等で話している姿を見ても見えない、はい、だが実は中では着々進んで、はい、結構そういうことがあったりするので、はい、結構その読み取るのが難しいわけですけども、はい、それをまあある意味でこう保管するといったら変ですけども、はい、まあ、人間のその感情であるとか受け止め方、その時の日々のか、はい、こちら側のですね、はい、感情であったりとか、ね、はい、環境にこう惑わされずに受けられるというのは、あ、これ面白いですよね、はい、はい、本当にそういった考えを持って作らせていただいたというのがこちらのやり方になってます。どうなんでしょう、塚原さんの方は、はい、例えばその変化を、まあ、かなり、まあ、注目はされてらっしゃるとは思うんですけども、はい、これどういったような変化に注目されてらっしゃったり、どうやって見つけられたりされてらっしゃるでしょうか。やっぱり私たちも基本的にやっぱりバリュー、割安であるということなんですけれども、はいはい、やっぱり、まあ、お互い同じことを言ってると思うんですけど、はい、やっぱりしけもく投資にならないというか要は割安であるから、はい、いいとか悪いとかそういうことじゃなくて、はい、やっぱりその割安が改善される、割安じゃなくなることが見込めないと、はい、やっぱり投資としては難しいと思うので、はい、じゃあなんでその割安が解消されるのかってなった時に、やっぱりちゃんとビジネスがうまくいく可能性があるとか、キャッシュを稼げるという形になるので、まあ、指標って言ったら変ですけども、考え方として EB ビッタダーバイ率であったりとか、まあ、フリーキャッシュフローイールドを見て、やっぱちゃんとこれだけ稼いでいっているので、資本効率もこう改善できるだろう、こう良いだろうとか改善できるだろうけど、やっぱり何か問題があって、今は株価が安い、見放されているのであれば、何を変えたらもっと良くなるだろうとか、まあ、そういったことをまあ提案させていただくっていうのは私たちです。でやっぱり角度、どうやって変化の兆しになるのかというのは、やっぱり対話を通じて、その企業様が、まあ、私たちのお話を聞いてくださることももちろんそうですし、はい、そうじゃなかったとしても自らこう、あ、気づき得て変わっていく、その過程でまあ、数字ではやっぱりなかなかこうすぐは発揮されませんけれども、はい、まあ、その変化の度合いというものを、まあ、対応の中からまあ見極めていくっていうのが我々が今やってることですかね。ああ、そうですよね、はい、いや本当に今もおっしゃっていただいたそのまあしけもくですね、うん、例えばそのマーケットのデータなので、例えば PBR っていうところで並び替えをしようと思えば、うん、まあ、簡単に、はい、まあ、いろんなサイトで、うん、まあ、すぐできるような仕組みに今なってるかと思うんですけども、それを安い方から、うん、まあ、順番にバーッと買っていけばいいとか、うん、そういったことじゃないってことですよね、はいはい、そうなんですよ、これ本当に痛いですね、はい、だからバリュートラップに引っかからない、はい、要は割安だからいいとか悪いじゃなくて、だからじゃあバリュー投資なんで PBR 低いんですよねとか、そういうことじゃないんですよね、はい、そうですね、だから本質的な価値、本来あるべき価値に対して割安かどうかなので、はい、そのでかつそれが解消されるということは、基本的にはその成長し続けるっていうんですか、はい、サステナブルに成長することを前提としないと、はい、単純に PBR 一倍割れて安いから買いましょうだと、はい、やっぱりどっかで
あのバリュートラップに引っかかってしまう可能性が高いなとは思いますよね。そうなんです。いや本当にね、あの割れてる会社っていうのがなんで割れてるかっていうと、これは将来その、まあ、資本をですね食い潰してしまう、はいはい、まあ、そういったような懸念があるから、まあ、そういったようなところになってる会社も、まあ、終わりになると思いますので、まあ、それをどう見分けるかっていうところが重要ですよね、うん、そうですね、はい、なのでこの3番のこのポテンシャルですよね。はい、だからつまり ROE の上昇ポテンシャルっていうのは、はい、まあ、例えばエクイティが一定だとすると、はい、リターンが高くなる、つまり純利益率が高くなるということなのか、はい、もしくは少ない資本で同じあのリターンを得られるのかっていう話になると思うんですよね。はい、まあ、これが変化の結果っていうことなんですね。そうです、はい、結果なんです。で、まあ、その結果を想像してるっていうところですね、うん、まあ、私なんかがあのもしこの会社さんが本気で、まあ、そういったようなところに、まあ、取り組まれるとですね、うん、まあ、どのぐらいまで、まあ、上がるのかというようなところで、まあ、こういったような、あ、ごめんなさい、あの、はい、線をですね、うん、フェアバリューということでこの青い線をですね右斜め、上に上がっていくようなこの ROE を考慮した適正 PBR というふうに、記載をさせていただいてますが、この ROE がこうぐーっとこの右の方に行くんじゃないか、うん、そうするとそのフェアバリュー自体がすごく上がるんですね。ということで、まあ、こういったところまで企業価値というのは本当は上がってもいいんじゃないか、こういったところを想像しながら投資をさせていただいてます。現在 の、 その組み入れさせ はい、してらっしゃるものとかっていうのは、はい、ありがとうございます、はい、はい、まあ、こちらがですね、まあ、現在の、まあ、組み入れの、まあ、上位銘柄、はい、になっております。9月末現在ですね。そうです、9月末現在です、はい、あのどうでしょう、まあ、大型株が、まあ、多くて、まあ、皆さんの馴染みのある、うん、まあ、会社さんが、まあ、多いのかなというふうに思いますが、本当にですね、会社さんとしてはいろいろ変化をしてらっしゃる会社さんというのが終わりになってですね、なのに、まあ、非常に安く、まあ、放置をされてらっしゃる会社さんだというふうに考えております。だから、まあ、ここで言うとあんまり個別の企業の話をするのはちょっとあれなんですけども、まあ、あえて取り上げさせていただくと、はい、例えば自動食器さんなんですね、社員の、はい、やっぱりね、あ、今のその評価上っていうのは2位のトヨタ自動車さん、自動車の株式での評価の方が大きくて、はい、自分たちの事業ってなんか評価されてないような状況ですよね。そうですね、あの、うん、本当に、まあ、ざっくりですけども時価総額4兆円ぐらいですかね、今あのトヨタ自動車、まあ、トヨタグループさんの保有、まあ、保有株というか、まあ、トヨタさんとかデンソーさんとかアイシンさんみたいなところの、まあ、時価総額が大体同じような規模で、まあ、持ってるということで、もうおっしゃっていただいたようにですね、本当にその自分たちの事業の価値っていうのがなかなか、まあ、評価をされていないというふうに見えてるかなというふうに思います。ただ私はですね、この会社さんってすごく、まあ、技術があって、うん、世界的なシェアも、まあ、高い製品というのは多く持ってらっしゃるというところで、そうですね、まあ、フォーグリフトとかすごいですよね。そうなんです、はい、ということでこれはすごく期待できるんじゃないかなというようなところで応援をしながらですね、まあ、長く保有をさせていただいてます。あの今日もですね、あのジャパンモビリティショーの方にですね、まあ、訪問をさせていただいたんですけども、まあ、そこでもですね、もうこの会社さんの、まあ、今新しく取り組み始めている、まあ、電池に関していろいろと教えていただいてですね、はい、いやこれはもしかして負けるんじゃないか、まあ、こういったようなワクワクするようなところも、まあ、期待しながらあの保有をさせていただいてます。投資の面白いところってそういうなんか将来のことを考えて、はい、なんか勝手にワクワクしちゃう。そうですね、あの本当に、うん、まあ、それがあの変わるんじゃないかなとかって、ね、あの肌から見てると気持ち悪いと丸まっちゃうかもしれませんが、はい、あの、はい、そんなところは本当にあります、はい、そうなんです、ね、そうなんです。で、次のページですかね、行っていただくと、はい、だからトピックスと比べると資料上こうだけど、だからさっきの話に戻ってそうなんです、今の見え方がこれなんだけど、はい、もっと高くなっていいよねっていうのをポートフォリオに入れてるので、はい、これ入れてなんだなんか PBR 低くないなとか、そうです、ROE 高くないじゃんとか、はい、PR 低いじゃん、はい、だからあのそれはそうなんですよね。指標として考えた場合には比較すると市場平均と比較すると、はい、まあニアリーイコールなんだけど、でも中身は違うので、はい、これからもっと高まるよと思ってるのを入れてると。はい、はい、もうおっしゃる通りです。ありがとうございます。ご説明していただいてありがとうございます。はい、あの草刈さんの方のあの銘柄も教えてください。ぜひお願いいたします。そうですね。ちょっと待ってください。私のカタリストの方の資料に行っていただいてもいいですか。
私たちはちょっとあの時間をずらしてあのこう開示してるんですけども、6月末時点でこのような状況になってまして、現在まあ21銘柄ですと。で、上位5銘柄でまあこれだけのウェイトを取ってるっていう形になりますね。まあ約 30% ですか、はい、そうなんですね、はい、あの例えばその、まあ、銘柄で、はい、あの少しご説明、あのご紹介をいただけるようなものって終わりになるんでしょうか。まあ例えばですね、はい、まあ、一番の大日本印刷さんなんかは、はい、まあ、ご存知の通り、まあ、現金もものすごく持ってますよ。そうですね、はい、ただその素業である印刷のビジネスであるとか BPO ってあんまり収益力高くなかったりとか、はいはい、まあ、飲料ボトリングの会社を持ってらっしゃるしているんですけれども、実は、利益のまあ7割ぐらいっていうのはハイテクのところ、はいはい、フォトマスクであるとかメタルマスクであったりとか、はい、まあ、EV のさっきのあれじゃないですか、 EV のパウチ、うん、バッテリーパウチのシェアは非常に高いとかですね、はい、まあ、ものすごくその競争力のあるビジネスをやっていて、しかも高収益であると想定できるのにもかかわらず、まあ、どうしてもその投資を考えた場合にはなんか創業のことであるとかちょっと違うあの新しいところにチャレンジしすぎちゃって、まあ資本効率があまり良くないように見える、また不動産も非常に大量に持たれている、はい、じゃあこれってどうやって改善していくんですかっていうところが、まあ、ポイントかなと思ってますし、はい、まあ、あとはそうですね、ここで言うと、まあ、TBS さんなんかもやっぱりあの全て あの放送会社ってですか、まあ、そうですけれどもやっぱり皆さんいい資産持ってて、はい、昔持っていた株式の価値が非常に高かったりとか、はい、持ってる不動産の価値非常に高いんだけれども、はい、なんか頭の中は全部そのテレビって全部もうダメになっていく産業だみたいになっちゃってるんで、うんうんうん、いろんなとこにこう全然関係ない業種とかにこう手を出しちゃうんだけれども、はい、実はなんかコンテンツっていう新しい切り口が出てきて、うん、でそのコンテンツをきちんと作って、うん、はい、で今って世界展開も当然ながらできるような状況になってきてるので、なんか昔よりもそうですね、昔って言ったらすごくあの曖昧なんだあれですけど、はい、5年ぐらい前の時って、はい、その課金してその動画を見るってあんまりなかったと思うんですけど、今普通に結構そういうことが行われていると、はいはい、でそうなってくるとなんか今まではむしろその広告ばかりがビジネスだったけど、コンテンツの中身で勝負する時代ってなってきていた時に、うん、はい、やっぱりあのそれを作る力がある会社っていうのがやっぱり伸びる可能性って当然あると思いますから、ね、なんかそういった意味ではなんかその自分たちを卑下しないで、うん、なんかもう、ま、逆にその創業というかそっちにこうフォーカスしていってもいいんじゃないかなと思ったりはしてるっていう状況です。そうなんですね、はい、いや本当おっしゃるようにその例えばそのアニメなんかがですね、はい、うん、もう本当にそこですごく変わった業界かなというふうに思います、はい、あの本当に、世界で、まあ、見られるようになったっていうところと、はい、うん、日本の中でもですねやっぱりその見やすくなったっていうのはすごく大きいなと思ってます。私もあの、まあ、子供が前いるんですけども、はい、私が知ってる、まあ、アニメをやっぱ見せちゃうんですよね、そのあの配信でやってるような時にですね、はい、そうすると、私だけじゃなくて、まあ、子供も、はい、まあ、同じものを知っていくということで、うん、その今までだと、まあ、再放送がないと見られないとか、まあ、そういったような世界がどんどんつながってきてるなと、はい、これが、世代間でつながってるのと、まあ、世界グローバルに、まあ、広がっていってるという、まあ、両方の広がりが、まあ、あって、まあ、今いろんな会社さんの、まあ、企業価値というのがそれで上がったかなというふうに思いますが、うん、本当に、まあ、著作権とかいろんな問題はあるにせよ、こういった日本の放送局も期待したいですよね。なんか面白いだろうなと思ってまして、まあ、そういうことをやってるということです、はい、なので、まあ、なんで、まあ、例えば私たち、まあ、ちょっとファンドの意義的なところをちょっとお話しさせていただきたいんですけど、はい、ちょっと話をあの先ほどの方に戻すとですね、やっぱり日本ってこの恒常的に家計所得が減り続けてきたのがましたと。それで、でも企業の利益率って上昇してきていて、何やってたのっていうと結局その投資をしないで利益率を改善して、まあ、賃金を上げなかったってただそれだけだと思うんですけども、はいはい、まあ、その後やっぱりこのインフレという時代が来た中でやっぱりこのデフレだった状況っていうのはもちろん人口動態いろいろな問題があったんだけれども、はい、やっぱり企業が
変わらなきゃいけない。特に何が変わらなきゃいけないか、投資をすることと、あと人への投資、これは非常に大事だと思っていて、日本で結構そのユニットレーバーコスト実は上がってなくて、実はこれ青で示さなきゃいけないんですけど、はい、ほとんど見えないんですよ。見えないですね、はい、で緑 の、 その企業利潤はまあちゃんと出てるんですけど、はい、で GDP デフレーターも少しプラスになったと。つまりこれは名目上成長したって話なわけですけど、はい、アメリカとかヨーロッパはちゃんと利潤も出すけど、はい、ユニットレーバーコストも上げていると、うん、まあ、逆に言うとユニットレーバーコストが上がるから値上げをするけど、うんうんうん、ちゃんと利幅も抑えてますって話だと思うんですよね、はいはい、だからつまり値段が上がっている、はい、まあ、こういうことをちゃんとやっていかないと、やっぱ経済がその他国に対してまあネガティブというか成長が遅れるように見えてしまうっていうのが問題で、よく言う労働生産性が日本って低いよねってなった時に、どこがこのあれですね、これですね、営業利益とかの方ばっかりみんな日本って見ちゃってて、実はここ人件費入ってなきゃいけないのにあんまりそこを考えてこなかった、これが一つ問題だったんじゃないかと思ってます。でやっぱりその利益率の改善っていうのは当然ながら資本効率を改善しなきゃいけないので、まあこの人件費等を払いながらもいかにその付加価値を高めていくか、付加価値の中には人件費入ってるんで、まあ、それをやっていくか、はい、でやっぱりその将来へのお金の不安というものが、あのやっぱり貯金とか節約に行くんで消費しないとかお金が動かない、だからで人口が減っていった、だからまあ値下げしなきゃいけない、でその状況の中で需要が減っている中で値下げしなきゃいけないから過当競争になる、はい、まあ、だから企業って利益減るよね、じゃあまあ給与下げ上がらなくてもいいだろうっていうのがずっとダメだった、この負のスパイラルでした、はい、じゃあこれをプラスにするためには何するのって言ったら、うん、まあ、投資の力を使うことで、やっぱり企業が変革することであるとか経済が活性化して株価上昇したりとか資産価値が上昇することによって、まあ、将来のお金の不安からちょっと解消されることになると、やっぱり消費に回ったりとかする、そうすると経済が活性化してきますし、やっぱりもう一回ちょっと投資しましょうかという経済の拡大再生産のプロセスに入ると、はい、というふうに思っていて、私たちはそれをするためにも個人投資家の皆さんと一緒にこの日本企業の変革というのをやっていきたいと、うん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 、で対話の仕方として、エンゲージメントの仕方として忖度同時という禅の言葉を使っているんですけれども、はい、企業がやっぱ変わろうとしている、その時に外からちょっと卵の殻をつつくようにして共に変わっていくっていうようなイメージですかね、まあ、それがないと、はい、左側の敵対的になってしまう、はい、でそうしてしまうと結局無理やり変えることによって単純にファンドにとってみたら株主価値の最大化にはなるんだけれども、はい、企業価値の最大化には実はないかもしれない、はい、結果的に企業価値の最大化もしくは企業価値の成長がないと、はい、投資した意味がない、意義がなくなってしまうではないかと思ってます、うん、はい、ですのでこの建設的な対話をすることによって企業がきちんと育つ、投資をしたことによって今目の前のリターンを高くすることだけじゃなくて、はい、企業が持続的に成長できる素地を作れるってことを目指したいと思ってますと、はい、ですので、まあ、敵対的だと、まあ、バランスシートをぶっこ抜くっていう話になっちゃうんですけど、はい、まあ、やっぱりその見えない企業価値をいかに高めるかっていうのが、はい、我々がやることかなというふうに思ってまして、はい、これをまあ実現するためにこのマネックスアクティビストファンドっていうものの、にまあ助言をしていると、助言させていただいてるっていうふうに考えています。あ、分かりました。私なんかも本当にすごい似た考え方を持ってます、はい、本当にやっぱり長く、まあ、投資をさせていただくというようなところと、うん、本当に日本全体ということを考えるとですね、はい、その本当に、まあ、短期的な利益をなんとか上げようというようなところがいいのかというようなところなんですけど、うん、私ももう同じ、まあ、考えで、先ほどに、まあ、言っていただいたようにですね、まあ、建設的な、まあ、対話、はい、まあ、こういったところがですの方が、将来的な価値を、まあ、高めることができるというふうに思っています。なのでぜひ黒潮さんのですね、はい、何ページ目だっけな、6ページ7ページ目は結構なんかやっぱりなんか考え方多分意義的にはこういったところが多分
はい、あれなんですよね。そうですね、重要なポイント、はい、こういったところもあの非常に重要で、はい、本当にあの先ほどから あのご説明いただいたようにですね、日本企業っていうのはまず収益っていうのはしっかり上げれるようになってきたというところだと思います、うん、で、まあ、あの本当その背景としてはあまりその設備をに投資しないとか、まあ、人に出さないというようなところが、うん、まあ、あって、まあ、あまりですね、まあ、無駄なこともしないというところで、まあ、利益をなんとか捻出してきたというところかなと思います、そういったところもあって、実は、まあ、還元額という意味で言うとですね、まあ、じわ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 その利益を、まあ、上げてきたというところになります。で今ですね、まあ、利益の半分を株主還元に、まあ、出しているというのが日本企業になります。これあの大体、2022年の、まあ、状況で、まあ、それぐらいになっているというところなんですけども、これからです。すごいですよね。そうなんです。今あの大体、純利益50兆というところです、うん、あのちなみに先ほどの、まあ、資料なんかでもあったかもしれませんが、90年バブルというところでトピックスベース、これあの社数が今と違うんで、はい、純利益いくらかというとたった10兆円だ、はい、あの今50兆ですからね、はい、皆さんあの日本企業って本当に利益を出せるようになってるんです。本当にそうなんですよね、はい、ファンダメンタル的にはすごい変わったんですよね。そうです、そうなんです。でじゃあそれに応じた、還元をということで、今まで昔はですね、まあ、定額配当みたいな50円というようなところが、まあ、あったのを経てですけども、うん、まあ、3割出せばいいんじゃないみたいなところも、通り過ぎですね、今は、事業者株買いも含めてだいたい 50% 出してきているというところなんですが、アメリカはですねこれが、S&P500 ベースで見るとだいたい 100% 近く出てますよと、うん、ヨーロッパでも 80% 近く、まあ、出しているというところからすると、総還元成功ですね。総還元ですね、はい、あの自社株買いと配当額合わせたものを、まあ、利益に対してどれぐらい出してるかというところですけど、それぐらい出してるというところで、日本も今の財務の状況とか金融の環境なんかを考えるとですね、十分、まあ、それぐらい、うん、まあ、出してもですね、問題ないんじゃないかなというふうに、まあ、考えているというところでございます。次の、あ、そうですね、あとこれはですねちょっと全然違う観点でお話をさせていただいてます。あの、インフレになったよっていうところで、皆さんももうちょっとそのインフレっていうものを考えないと、じゃダメですかねっていう話をですね少しさせていただいているものなんです。これ家計の金融資産でよくあの話題になってるのがこの右側出てるやつです、はいはい、2000兆円あって、まあ、その半分以上が現金に眠っていると。でこれをまあなんとかその、そういうことですね。もう何年ももう耳にタコぐらいに聞いてる話じゃないかなというふうに思いますけども、じゃあちょっと過去振り返ってみましょうと。90年どうだったんでしょう。だいたい日本人は株式投資なんか好きじゃないんだよとか合わないんだよとか、まあ、いろんなことをまあおっしゃられる方もいらっしゃるんですけども、実際のデータを見るとですね、当時はこの左側にありますように株式出資金っていうので20%へ振り向けていました。で現金預金の比率は 44% ということなんです。この、まあ、30年っていうところで 10% ポイントが完全にその現金預金に切り替わったんです。なるほど、はい、これが、まあ、私はデフレ対応したというふうに考えています。そうですね、はい、確かに。でもう一度インフレに、まあ、なったというところなので、家計もですねもう少しやっぱりインフレ対応が必要なんじゃないでしょうかというところで、まあ、今回その新NISAというのはすごくまあいい、はい、いいまあ契機にもなりますので、うん、少しまあそういったところもまあ考えに入れながらですね、あの株式投資というの方にまあお金を振り向けていただいてもいいのかなというふうに思ってですね、お出しさせていただいている資料になります。こういうなんですかね、結構大きなテーマもなんか秘めながら、はい、こうこの黒潮に望まれてる。そうですね、まああの、はい、まあ、結局だからこれで預かったとしても、はい、多分90年代ってバブルの絶頂の、はい、直後だと思うんで、はいはい、まだそれでも日経平均高かった時代だと思うんですけど、はい、でもあのそういう時にじゃあ今のようないい商品が投資信託でありましたかっていった時に、はい、まあ、明らかに今の方が良いと思うんですねと、うん、昔の方が手数料高かったし、でそう考えるとあの今の方がそういう土壌というか受け皿はちゃんとあるので、はいはい、過去はやっぱりうまくいかなかったけど、まあ、やっぱりこの10もう30年経ってですね
今考えてみると30年後の今だからこそこう外部環境が変わっていくことによって、まあ、我々としてもその業界にいる我々としてもこう皆さんと共に歩むそしてお手伝いができるっていうことができれば非常にありがたいなというふうに思いますので、一旦ここで、CM の方に入らせていただいてその後に Q&A をさせていただきたいと思いますので、はいはい、ぜひ皆さんこのままご覧になっていただいて、最後まで見てくださいね。よろしくお願いします。ここですね。はい、はい、お願いします。ここからはマネックス証券の毎日積み立てをご紹介します。マネックス証券では投資信託の毎日積み立てをお勧めしています。一度設定いただければ毎日手間なく投資を行えます。100円以上1円単位で設定できますのでワンコイン程度の金額から毎日投資信託をご購入いただけます。例えば値動きを気にしすぎて結局買えなかったことはありませんか？値動きを当てに行くようなタイミングを測っての売買は投資のプロでも難しい判断です。マネックス証券の毎日積み立てなら買い時で悩む必要がありません。一度に大きい金額で買うよりも日々の値動きを利用して毎日積み立てで投資をすることも有効な手段の一つかもしれません。本日のセミナーでご紹介した日本株ファンドでの毎日積み立てもおすすめです。そしてマネックス証券では投資信託の保有で毎月ポイントが貯まるので大変お得です。貯まったポイントは投資信託の買い付け、ポイント投資に使えるほか D ポイント、Amazon ギフトカードなどに交換できます。マネックス証券ではこちらのキャンペーンを実施中です。キャンペーン期間中に対象ファンドを合計5000円以上新規または増額の積み立て買い付けをしていただいたお客様全員にマネックスポイント200ポイントをプレゼントします。今回はさらに合計1万円以上の積み立て買い付けをされたお客様の中から抽選で20名様に5000ポイントをプレゼントします。ぜひキャンペーンにエントリーをして毎日積み立てもご利用ください。ここまでご清聴ありがとうございました。この後の質疑応答のコーナーもお楽しみください。はい、それではですね、質問コーナーに移りたいと思います、はい、まず一番初めは、はい、トミーさんの AI を駆使した場合業績の変化の角度、株価上昇率などを具体的な数字で示してください。これでもどうなんですか、先ほどのテキストをこう読み込んでやるっていう感じになると、はい、数字とかそういう感じじゃないんですかね、やっぱり。あ、
ありがとうございます。はい、まず本当に、まあ、コメントをですね、まあ、点数化しているということで、はい、まあ、この会社が、まあ、変わってる可能性が高いですよというようなところで、まあ、漏らさずに、うん、まあ、教えてくれる仕組みっていうのを、まあ、作らせていただいたというのがこの AI なんです。 なので本当にその会社が変わるかどうかとかですね、まあ、それによってどれぐらい上がるかっていうのは、これはもう本当私が取材を通じてですね、うん、判断をさせていただくというところになってますので、すいません、申し訳ないんですが、それを数字で AI がこれだからこういうくらいになってるっていうのを説明することができないんです。テキストを読み込むって言った時に、はい、あれですか、そのテキストってなあれ単身とか UFO とか。そう、おっしゃる通りです。もう決算単身のみを使って読み込ませて、はい、させていただきます。単身って一番初めのところに、はい、大体枕の中から。そうです、そうです、そうです。はい、まず単身の1枚目は数字だけで、はい、これ数字拾っちゃうとダメなんです。はい、数字が強くてですね、はい、数字の影響が強く出ちゃうので拾わないんですけども、大体その3ページ目くらいにその概況みたいなものが書いてるかと思います。で、最初、もうどの会社さんも日本企業って揃いも揃ってですね、環境が厳しいと。ということを書いてらっしゃるんですね、はい、なんか想像できます。いつどんな時でも、はい、いや厳しい環境の中みたいなあれがあるんで、地政学的リスク、 いろんなリスクがあった厳しい状況の中、そうなんです、そのような状況の中枕言葉があっての、でその後でその中で自分の会社はどうでしたっていう話を、まあ、されることが一般的なんですね。まあ、そこの中で、まあ、どういったことをやってるかっていうところで、この AI はですね点数をつけさせていただいてるという仕組みになってます。ありがとうございます。なるほど。だからあれですよね、本当に会社が今こういう状況でこう変わる可能性があるっていうところを、自分たちのこの中身をこう書こうとして、まあ、書いているところをいかに読み取るかってことにわざと使って、はい、おっしゃる通りです。本当に日本の会社って、日本ってですね、皆さんも、まあ、ご存知かどうかあれなんですけども、世界でも企業数が非常に多い、まあ、国になります、うん、上場企業でもですね、まあ、3800ぐらいですかね、いうぐらいに、まあ、あるというところなので、見逃すっていうのがやっぱりすごく大きいなというふうに、まあ、思ってます。せっかく割安の会社で変化をしようといらっしゃる会社さんがあるにもかかわらず、それに気づくことができないっていう我々の、まあ、問題なんですけども、まあ、それをどうやって、まあ、減らそうかっていうところで、まあ、作らせていただいたのが、まあ、この仕組みだというふうに理解していただければと思います。はい、今来ましてですね、質問じゃなくてですね、はい、このペースでいくと質問全部答えられない、ちょっとスピード上げましょう。すいません、申し訳ございません。はい、いきましょう。はい、次、AI が選定した後の最終判断の決め手は何ですか、何かポイントありますか。それはさっきの話ですね。はい、そうですね、さっきの、はい、もうマネジメントの、まあ、意思、ここが、まあ、一番重要だと思ってますので、はい、こちらを確認させていただきます。はい、次、お二人に質問です。株は好きですか。大好きです。はい、私も大好きです。はい、はい、次、 DNP の組み入れが多い理由を教えてください。リーコさんですね。これは先ほどちょっと説明してみましたけども、非常にこの変わった時に面白い可能性があるということで、まあ、組み入れた時にちょっと多めに入っていたということと、あとは、まあ、株が上がったんで、ウェイトが高くなっているという点もあるということにご理解いただければと思います。はい、ただ先ほどのやつは6月末時点での話ですので、現状の話ではないということだけはご了承いただきたいというふうに思っています。次、ニョンさん、対話をする運用会社がたくさんあると、いろんな会社からいろいろ言われると思います。主にどこの会社の言うことを聞くとか、仲の良い会社だからとか、そういうことはあるんでしょうかってことなんですけど、どうなんですかね。まあ、こちらからがですね、まあ、どう答えれるのかっていうのは、なかなか、まあ、一方的な話になってしまうので、はい、まあ、難しいのかなと思いますが、私の、まあ、認識ということでお話をさせていただきますけども、はい、やはりその向こうさんはやはりこちらが、まあ、どのぐらいですね、まあ、この会社さんのことを、まあ、考えてるかっていうところはやっぱすごく、まあ、見られてるんじゃないかというふうに思います。またそれっていうのは、そしてこちらの熱意っていうところとですね、はい、あとは、まあ、当然その株数みたいなですね、まあ、数値的に今どれぐらい持ってるかみたいなところも含めてですね、はい、向こうさんは、まあ、判断をされてらっしゃるんじゃないかなというふうに、まあ、思います。また、やっぱりその投資のタームみたいなものもですね、やっぱり、まあ、あります
ますね。すごく見てらっしゃるんじゃないかというふうに思います。はいはい、私なんかあの一応ご説明させていただきますと、大体その売買の回転率といいまして、1年間のでまあファンド全体の金額に対してどれぐらい売買してるかっていうと、大体年間 30% 程度ですと。で、これ大体まあ平均するとですね、まあ、3年間を以上まあ持ってますよということをまあ意味するようなまあ数値になるんですけども、本当にまあこれだっていう会社に関してはもう5年も6年ももう平気でまあ持ってるというようなまあ投資スタイルになってます。あの一般的にそのまあバリューの投資スタイルというと、よくその回転率が年間で1回転 100% っていう会あのファンドがまあ多かったりするというふうにも聞いてるんですけども、そういったところからするとすごくまあ長いというようなところで、が特徴がありまして、そのスパンの長さというので、まあ、向こうさんもある程度理解していただけるのかなというふうに思ってます。この辺りどうでしょうか。一般的なその、まあ、バリュー投資だったり投資信託だと、はい、やっぱりそのボックス売買になっちゃうんで、どうしてもターンオーバーが大きくなっちゃうんですよね。上がるっていうのが多いですね、はい、まあ、なのであの短いでしょっていうふうに思う企業さん、発行体も多いんですけど、やっぱりその企業とのあの信頼関係ができると、やっぱり長さだけじゃなくて数量だけじゃないものもあるので、まあさっきもちょっとお話しましたけど、まあ突然こう退職しなきゃいけないとか、そういった時にわざわざすごい山奥からですね、社長さんが会いに来てくれたりとか、そういうことも人間的な付き合いっていうのができるものですから、ぜひそういったことで言うと、まあやっぱりどこまで行っても会社であっても人の集合体なので、人と人の付き合いというふうにご理解いただきたいなというふうに。そうですよね。もう言っていいですか。ちょっと嬉しかったことが、そういえば思い出したんです今、はい、あのちょうど本当に何ヶ月か前なんですけども、はい、ある会社さんで、まあ、CFO に、まあ、新たになられた方がいらっしゃいました。で、まあ、ご就任されたということもあるので、まあ、いろんな IR のミーティングに、まあ、出てこられたということで、うん、まあ、その、まあ、何社かの、まあ一人としてですね、あの、ミーティングをさせていただいたというところなんですけども、まあ、その時にあと終わった時にですね、おっしゃっていただけたのが、いやーもうありがとうございますと、こういったその長い経営に関する話を聞いてくださるなら、私あのこれからもですね、あの出たいと思いますみたいなことをおっしゃっていただいたというのは、あの嬉しかったなというふうに思います。あの、まあ、逆に言うとですね、中にその本当にまあ次のまあ決算ですね、クォーターごとに決算が出てきますので、このここの数字がどうなんだっていうところをまあ詰めに行くようなまあ取材もすごく多いというふうに聞いてまして、まあ、そういったところだとですね、やはり CFO の方はですね、もうそれだったらもうその IR の方に聞いてよみたいな話も、数字の確認だったんですね、そうですね、すごくまあ多いっていうふうにもおっしゃっておられたので、まあ、そういったようなところでですね、まあ会社さんもいろいろ判断をされてらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、はい、次いきます。はい、はい、ウシウシさん、いまだに投資をしない人がたくさんかと思いますが、何でしょうか。これはまあ単純に私の感覚でいくと、はい、まあ、投資であの理解がなんかまだできてないということ、あとは難しいと誤解していること、はい、まあ、あとは過去の、まあ、バブル崩壊以降の、まあ、デフレ環境下の中で投資をする意味がなかったことですかね、はい、まあ、これが大きいかなと思います。はい、次、S&P500 の調子があまり良くないようですが、まだありますかと。これどうなんでしょうかね、はい、まあだから S&P500 はやっぱりその上の人たちがすごい引っ張って、マグニフィセント7という言われる人たちが引っ張ってきたんで、まあそれ以外はそうでもなかったりするんで、あの、まあ、それ次第かもしれませんけど、まあとはいえやっぱりあの国の株価は強いなと思いますし、だって上位の人たちの、まあ、例えば上の人たちってすごいキャッシュフローを生んでますから、ね、なんかちょっと我々が言ってるそのバリューとは何だっていう、はい、領域を超えているような、なんですかね、儲け方してるなって思います、はい、ただあの一つあの言わせていただきたいのは、やっぱりそのさっきのような会社さんってやっぱりその特徴としてグロースというような特徴がありますよね。であの日本のこういったバリュー株とその、まあ、アメリカのそういった、まあ、グロースを中心とした株っていうのがですね、あの相関がちょっとまあ低く、まあ、出るというところがあるのでですね、あの持ち合わせですね、あの、うん、取り合わせとしては、うん、あの非常にいいのかなと思いますので、うん、まあ、すごく、まあ、リスクをまあ、抑えながら運用させていただけるという特徴が、まあこれも合わせて持っていただけるとあるかなというふうに思っております。米の金利が上がってグロースが下がるとバリューが上がる
まあ、相対的に上がると言ってるようなことがあるのでいいと思いますね。はい、次、サラさんかな、はいはい、黒潮の組入れ上位銘柄を見ると大型中心ですけど中小型株への投資は行いますか。はい、行っております。しかしながらその流動性というところに、まあ、中小型株というのはですね、まあ、少し、まあ、難を抱えておりますので、うん、ウェイトとしてはですね大型株よりも、まあ、抑えた状況でですね保有をさせていただいておりますのでこの上位10というところに出てこないというのが、まあ、残念なところなんですけども、はい、その下で中小型株もですね投資をさせていただいております。実はその下に入れている企業の価値が上がってポンって出てくるときが一番面白いんですよね。そうですね、こちら運用している側としてはそういうおいここまで来たみたいなところがありますと、はいはい、次、はい、グレアムさん、本源的価値と価格を待っていくカタリストストーリーとして理想の形を教えていただきますと甚大です。はい、本人ですか。はい、これはですね本当にそのもういろんな、まあ、パターンがあります。そしてその私が注目している変化というところ、この変化をするとですね、まあ、そこが埋まっていくというのがですねすごく、まあ、多いということで私はここに、まあ、注目をさせていただいているというところなんです。でもその変化っていうのがじゃあどうやって、まあ、顕在化してくるのかっていうのが結局はその ROE が、まあ、上がるっていうところにですね、まあ、出てくるわけですけども、それ上げるための、まあ、策ですね、まあ、こういったところが、まあ、評価をされてですね、企業価値としては、それを見た感じで、まあ、上がってきているというようなところもよくあるかなというふうに思ってます。どうでしょうか。うん、そうですね、やっぱりストーリーとして理想の形っていうふうに言うと、あ、そうですね、はい、やっぱり対話した結果これによって企業価値高まりましたと、はい、それによって、ボードの方々経営者の方々ももちろんそうですし働いている方々にとってもプラスであったというようなリアクションがあることがやっぱり我々にとっての最大のご褒美であり、まあ、その結果投資家のある、受益者の皆様にとってもそれはプラスであるということが多分私たちにとっての最高の、ストーリーだなというふうに思ってます。はい、次、はい、ニデックスベスベヒップさん、ニデックはもう買っていいですか、はい、これは個別株についてちょっと推奨になってしまうんでお話しすることができないんで申し訳ありません。はい、次タクさん、運用する際のベンチマークにしている日経225やトピックスの指標があれば教えてくださいなんですけど、私たちはちょっとないんですけど、黒潮に関してはトピックスがベンチマークになっております。はい、ありがとうございます。次、まゆゆさん、海外の投資家も日本株への注目度が高まっているんでしょうか。これはかなり高まっていると思います。実際に私たちの、まあ、カタリスト投資顧問のメンバーである松本大輝であるとか EGS パーコールが、海外に行って、まあ、ジャパンデーというもので、やってきたわけですけれども、まあ、コンベンションみたいなの出てきたわけですけれども、はい、やっぱりその日本株への注目度は非常に高まっていて、ね、やっぱり日本の会社が本気で変わってきているぞっていうのは、はい、まあ、すごく注目を集めているそうですね。はい、はい、もうおっしゃる通りで、私も海外の、まあ、機関投資家さんのですね、まあ、お金を、まあ、運用させていただいている部分もあったりですね、するんですけども、今までは、まあ、新たな資金ってなかなか入ってこないような状況だったのが、うん、今はですね本当に状況を教えてくれとか、お前のやってるファンドってのはどんな感じなんだみたいな、どういうことをやって、パフォーマンス上げようとしてるのか説明してほしいみたいな、まあ、話が本当に、まあ、出てきてるっていうのが今の状況かなというふうに思います。はい、ありがとうございます。すいません、ここでですねタイムアップという形になりますので、すいません遅かったですね、すいません。で、はい、私たちって変ですね、三井住友 DS アセットマネジメント様の、黒潮とですね、はい、マネックスアクティビストファンドともにですね新ニーサ対応でございますので、ぜひですね新ニーサの方でも長期投資の、まあ、候補として入れていただきたいと思いますし、まあ黒潮さんの方は結構何ですか、大きなファンドですね、メインというふうに言えるようなファンドだと思いますし、私たちの方は逆に言うと、サテライトというかすごくエッジの効いたファンドというふうになると思いますので、まあ、そういう何かキャラクターをこう理解して長く続けていただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。では、本日もありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。